大ヒット漫画鬼滅の刃は日本神話がベースになっています。そして日本神話から読み解く禰豆子が人間を食べなかった理由についてお話ししていきます。はい、はい、鬼滅の刃編でございます。はい、普段はね、そのいろんな都市伝説とか日本神話のお話をしてるんですけども、今回は鬼滅の刃があまりにも今話してる日本神話とリンクする部分が多すぎたので、うずうずしていろんなことを話したいと思います。この鬼滅の刃はですね、いろんな謎とか伏線があるんですよ、で最終回まで行っても回収されない謎とかもあるんですよ、でそういうのは日本神話から読み解くと実は答えが出るんです。はい、で今回ね、いつも聞き手になってくれてるこのお二人が姫島さんと、生まれたこと自体がかわいそうである。で、善逸、雷の呼吸。鬼滅の刃あんまり知らないって方もいらっしゃると思うんで、ざっくりね、あらすじを説明すると、主人公かまど炭治郎、めちゃくちゃ優しいええ子なんですよ。家族のために炭を打って、で町の人からも慕われて、悲劇の第1話では、で夜遅くなったから、こういう日は鬼が出るからうち泊まってきよって知人から言われるんですよ、だから鬼がおるっていう設定なのが分かるんですよ ね。なんか嫌な予感するなって言いな思いながらも泊まって、で家に帰ると案の定家族全員が鬼に殺されてたんですよ。いやね、でそれがもう悲劇の始まりなんですけど、唯一生き残ったね、存在がいたんですね。それが妹の禰豆子やった。禰豆子ちゃん可愛いよね。しかしね、その禰豆子はただただ生き延びたわけじゃなくて鬼になってたんですよ。この禰豆子ちゃんはね、なぜかね、他の鬼と違って人を食べない、血を飲まないっていう、お兄ちゃん炭治郎を守るっていう特殊な鬼やったんですよ、で主人公炭治郎はその鬼を倒して、まあ禰豆子を人間に戻す方法がないかって考えながら鬼を倒せるような修行を始めるみたいな、鬼を倒そうとしてる鬼殺隊っていう、ね、鬼倒し集団がいるわけですよ。強いね。そこに、まあ、入って自分鬼殺隊になって修行を始める、まあ、めちゃくちゃ、ね、こう王道な感じのね、ストーリー展開なんですけども、鬼殺隊に入っていろんなことが分かるんですけど、どうやら鬼にはボスがおるらしいぞ、それが鬼舞辻無惨っていう、もう名前の通りめちゃくちゃ無惨なやつよ。普段ね、鬼っていうのは太陽で消滅しちゃうから、太陽を克服するために青い彼岸花っていうのを探してると、で自分たちを狙いに来るこの鬼殺隊全員を皆殺しにしたいと、そう思ってる、もう純粋な悪い鬼。純粋な悪いやつで、この鬼舞辻無惨だけが鬼を作れるんですよね、自分の血を分け与えることで、でこの鬼舞辻無惨の部下としてこの無数におるこの鬼たちの上位層みたいな、上限の鬼6人とか下限の鬼6人みたいな、それもいろんな個性のやつがおるわけですよ、でそれに対抗するために作られた鬼殺隊には9人の柱っていう人たちがいる、まさに私でございます。もう鬼殺隊最強の最強でございます、姫島さん。でここはそこに入った、まあ、同期みたいな感じで、善逸と炭治郎は一緒にこう修行していくっていうことなんですよ、で何が面白いかって言ったら、まあ、キャラクターの掘り下げがやっぱねすごいんですよね。すごいよね。柱とか、まあ、主人公炭治郎も善逸たち全員にこのね掘り下げられるすごい切ない過去とかがあるわけですよ、なんで鬼殺隊に入ったのか、なんで強くなろうとしてるのかっていうのが分かるし、最初嫌なやつやなと思ってた人たちもすごいこの過去を知ると、うわめっちゃええやつや、めっちゃ好きやわ、最初嫌いやなと思ってキャラクターをどんどん好きになっていくんですよ。でさらにこの鬼も死ぬ寸前とかに人間やった頃を思い出したりするね、俺はこうやって鬼になったんや、愛する人を守れなかったとか、その切ない過去を思い出して最後死んでいくっていう、もう柱側にもドラマあり、主人公サイドにもドラマあり、鬼側にもドラマがありっていう、すごいのよ。でね、鬼滅の刃っていうのは日本神話とどういうところがリンクしてるのかって話なんですけど、まず最初にタイトルです。タイトル、鬼滅の刃の第1回に作者の後書きがあるんですよ。鬼滅の刃ってタイトルにする前にいろんな候補がありましたと、そのうちにいろんなタイトルがある中で鬼狩りかぐ土っていうのと炭のかぐ土っていうタイトルが載ってるんですよ。かぐ土って日本神話に出てくる火の神様なんですよね、炭のかぐ土、鬼狩りかぐ土っていうのはおそらく炭治郎のことだろうと、じゃあこの火の神様かぐ土ってどんな神様なのと、いうことなんですけども、まあ日本神話のもう最初の方ですよ、初めてね男女のね姿をしたイザナギとイザナミっていう神様が、もっと上の神様に地上を整えてくれと、地上がなんかまだ何もできてないから地上行ってくれと言われて、二人の神様はね地上に降り立っていろんな子供を産んでいって国を作っていくっていうシーンがあるんですよ、で、ある程度こういい感じやったのに、ある時にイザナミがね炎の神様を産んじゃうんですよ、火の神様を。ほんで股間がもう焼けただれて、あたたたいって死んじゃうんですよ。でこの時生まれた炎の神様がかぐ土っていうんですよ、
ああその時のね。そうで夫のイザナギが怒り狂って、お前が生まれたからイザナギ死んだやんけーって殺すわけですよ。はいはい。でその飛び散った地でいろんな神様が生まれるっていう、うん、こういうシーンがあるんですよ。うん、でこの火っていうのも太陽の火も表してるし、うん、炎の火も表してるわけですよね。なるほど。これってまあ炭治郎もそういう存在なわけですよ、うん、でこの家具土っていう悲惨な運命をたどった神様をタイトルに入れようとしたのかと、うん、おそらく炭治郎とこの、まあ、リンクするというか、もしかしたら設定では前は炭治郎じゃなく家具土やったのかもしれない。タイトル通り行くならね、はい、はいはい、謎ですよね。でその火の神様ね、家具土を、まあ、イザナギは殺して、でも亡くなった奥さんイザナミは帰ってこないわけでしょ、うん、でも悲しくても受け止められへんくて黄泉の国に会いに行くわけですよ。はい。黄泉の国に会いに行ったらもう奥さんイザナミはもう完全に亡者みたいになってて、うん、イザナギがうわーって言ってもうその醜い姿に耐えれずに会いに行ってんのに逃げたんですよ、うん、ほんでもうイザナミブチ切れてうわーって追いかけてきたんですよね、うん、でそっからもう逃げる夫イザナギと追いかける妻イザナミみたいな感じになって地獄のような追いかけっこが始まるわけですよでこの時イザナミからいろんな雷神が生まれてるのよ、うん、その中の雷神がホノイカズチの神っていう存在がいるんですよ、うん、はいはい。で善逸はやっぱ雷の呼吸の人じゃないですか。で最終奥義をねだいぶ後半の方で使うんですよ、うん、もう一つしか技使ってなかったのに、うん、唯一も頑張って生み出した奥義があるんですよ、うん、この技がホノイカズチの神。わお。つまりイザナミのあ、穴ぼこから生まれてる雷神の名前が善逸の最終奥義です。亡者になってイザナミが夫のイザナギにこう追いついて、でイザナギが夫がね別れるからなと、うん、ほんじゃイザナミはね夫のイザナギにそんなこと言うなら私あなたの国の人間1日1000人ずつ殺しますからねって言うわけですよ、うん、でイザナギはじゃあ俺は1日に1500の産屋を建てようって言うんですよ、うん、これが要は鬼殺隊の産屋敷の始まりであり、ね、鬼殺隊の当主産屋敷っていうんですよ、はいはい、実は鬼殺隊のトップ産屋敷とこの無惨っていう存在は要は陰と陽のように描かれてるんですよ。なるほど。イザナギとイザナミのように描かれてるんですよ、はいはい、で辿っていくと実はこの産屋敷がなぜその無惨をずっと追いかけてるのかといったら、もともと同じ家の人やったんですよ。自分の一族の中に鬼を出したことを恥じてこの子孫がそのずっと鬼殺隊を作ってこの無惨を追いかけてると。なるほど、まあ、これを見てもイザナギとイザナミのような、まあ、産屋敷ってわざわざ名前してるし、うん、ね、人を殺す存在鬼殺隊はイザナギでその鬼側はイザナミみたいな描かれ方をしてるんですよ。わでそもそもね日本神話って神様をどう数えるかっていうと一柱、二柱、三柱みたいな感じで、うん、柱って呼ぶんですよ。柱っていう、ね、鬼殺隊のトップ層の人たちも柱って呼ばれてる。うん、つまりこれも日本神話のエッセンスなんですよね。はぁ、鬼滅の刃の重要な要素として呼吸っていうのがあるんですよ、うん、鬼殺隊に戦える人たちは基本的に何かしらの呼吸を使う。雷の呼吸とか岩の呼吸とかいろんな呼吸があるんですけど、うん、元を正せば5系統しかないんですよ。この5系統ももともとは火の呼吸っていうところから始まった。ほうほう。一つの呼吸をみんな真似できずに、うん、ちょっとずつアレンジしたのがその5系統で、はいはい、さらにアレンジが加えられていろんな呼吸になっていく。最初は火の呼吸、つまり太陽の呼吸だった、うん、この5系統が炎、水、風、雷、岩なんです。でこの柱の、ね、基本系統の呼吸とかこれを日本神話に当てはめるとどうなるのか、はい、この家具槌がイザナギにお前のせいでイザナミ死んだんやけって殺したじゃないですか。この飛び散った地で矢柱の神様が生まれてるんですよ。鬼滅の刃でも9人の柱がいるじゃないですか、うんうん、矢柱ちょっと惜しいんですけど。惜しいね。この時生まれた矢柱の神様どんな神様が生まれたかというと、まず岩筒の尾、岩の神様が生まれるんですよ。あららら、私ですねさらにその飛び散った地から竹三日月っていう雷の神様が生まれるんですよ。わお、そこで最強の神様って言われてるね。さらに他に火早火の神っていう炎の神様が生まれたり、倉光葉の神っていう水の神様が生まれたり、で岩さえも切り裂く岩作の神っていう剣の神様が生まれたりする。はあ、剣の神。そう。だから風だけおらへんねんけど、この時生まれた神様は、うん、岩、雷、水、炎、そして火が全部揃ってるわけです。わあ、そこで。そう。つまりこの家具槌の飛び散った地から生まれるっていうこの神様とこの鬼滅の刃の柱のこの基本系統がリンクするわけです。一緒や。一緒なんですよ。わお。しかもこれらの神は全て家具槌の地から生まれてる。
おー、確かに。で、火の呼吸が元となっていろんな派生が生まれたって言ったよね、五系統、うん、つまり火の呼吸が親やとすれば、かぐづちの飛び散った血から炎とか岩とかの神様が生まれていくと、はい、全くこの構図が一緒なんですよ。まや、ね、なんとなくね、この日本神話と鬼滅の刃ってリンクしてんじゃないかなって思ってきたと思うんですけども、はい、鬼殺隊とこの鬼サイドは何百年も膠着状態が続いてたんですよ。しかしね、唯一この無惨とか上限の鬼を余裕で倒すことができて、めちゃくちゃに追い詰めた存在がいるんですよ、それが次国より一っていう何百年も前に生まれてる大天才なんですよ。お、うん、でこの人がその始まりの呼吸と言われてるその火の呼吸っていうのを要は得得してたんですよ。お、もう生まれた時ぐらいから使えてた。このより一くんが大人になってもう最強の剣士になって、うん、無惨と対峙するんですよ。うわ、でこの無惨をもう余裕で倒すんですよ。で、もう無惨がもう肉塊のバラ何千個に分かれて、もううわーって逃げようとすんねんけど、そのほとんどを焼き払うっていう、もう超化け物、うん、無惨が唯一手も足も出なかった、で無惨がその後その頼一にくっつけられた傷が未だにずっと残ってるぐらい、ほら、もう超最強の剣士がいたんですよ、はいはい、無惨はあ、もう頼一が寿命尽きるまでもう姿現さんとこって言ってどっか消えちゃうんですね。次国頼一は双子のお兄ちゃんいたんですよ、うん、で双子のお兄ちゃんは弟への嫉妬から鬼になっちゃうんです。うわ、でこのお兄ちゃんが上限の位置になるんです。そういうこと、黒死亡っていう、うん、めちゃくちゃ強い鬼になっちゃうんです。弟の頼一が使う呼吸が火の呼吸、要は太陽の呼吸、うん、でお兄ちゃん黒死亡が使う呼吸が月の呼吸なんです。うわ、もう完全日本神話の陰と陽、アマテラスと月読みっていう、はい、要は構図になってる、はいはい、日本書紀ではこの夜の存在月読みがこうアマテラスの大切な存在を殺して、うん、で大喧嘩して昼と夜が分かれた、こう対立を描いてるわけですよ、うんうん、で鬼滅の刃でもしっかり陰と陽で対立を描いてると、わ、でそんな感じなんですよ。頼一はね、その無惨も倒しきれへんかったし、お兄ちゃんも鬼になっちゃったから、うん、もう周りからめっちゃ責められたし、もう自分ももうさ終わったってなったわけ、うん、めっちゃ強いけどもう多分自分が生きてる間は無惨二度と現れへんやろなことも分かってたから、でこの頼一はもう絶望してこうさまよってた時にこの浜戸炭治郎の先祖と出会うんですよ。おでこの時の記憶が要は竈門家の細胞に残ってて、うん、炭治郎が死にかけた時とかにふと思い出してるんです、うん、で何があったかっていうと、この頼一っていうのはもう俺は誰も救えなかったんだってなるんやけど、うん、この竈門家の温かさに触れて涙がボロボロボロって出たりする、うん、でいろんな話を聞いて火の呼吸のこの演舞を見せてもらうわけよ、頼一のね、はい、あまりにも美しかったわけ。それがこの動きを僕たち覚えますんで、あなたのことを僕たち一生受け継いでいきます、代々受け継いでいきたいですって竈門家の先祖がお願いしたの、はいはい、ほんでそれを教えたのが火の神神楽なんです。はあ。それとこの耳飾りが受け継がれていって炭治郎の代まで受け継がれてる。うわお、ね、だから炭治郎って主人公は鬼殺隊から教わるいろんな水の呼吸とか教わるんやけど、あんまり強くなかった、うんうんうん、なぜか火の神神楽をとっさにやった時にむちゃくちゃ力出たの。この火の神神楽が実は始まりの呼吸の型やったんですよ。ふわ、つまり主人公炭治郎はもう鬼とか関わるもっともっと前から火の呼吸を受け継いでたってことがわかるんですよ。うわー、めちゃくちゃおもろい。そうで、その死にかけることで細胞の先祖の細胞の記憶を遡ることでその火の神神楽を完全に思い出す、うわ、そういうシーンがあったりするんですよね。はいはい。でこの頼一っていう名前はそのちっちゃいお母さんが人と人とのつながりを何より大切にしてほしいっていう思いで要は込めた名前なんですよ。うん。ほんでさらに太陽の神様にお願いをしてこの耳飾りをつけてくれた。完璧に太陽の存在、人と人の要はつながりを大切にしていって、要は神楽という形で継承していった。実際現代に残る神楽も僕がこれまで日本神話で話してきた歴史をそのままの形で残していくっていう風に使われてますよね。うん、ね、猿田彦のお話でもしたんですけど、もう歴史にも残ってないような会話がこの神楽の中に残ってたりする。はいはい。日本神話の神楽とこの鬼滅の刃の神楽っていうのはリンクするんですよ。うわ、もうここまで来ると、日本神話完全にベースになってますやんって今なってくるじゃないですか。うん、ここで、まあ、鬼滅の刃最大の謎、うん、なぜ禰豆子は人を襲わなかったのかっていう。はいはい。この疑問ですよね、うん、人間襲わへん、血飲まへんのはもうなんでか全く描かれてないんですよ。はいはい。禰豆子が最終決戦の時ですよ、うん、
上限の鬼と戦っていきます。柱がもうどんどん柱も死んでいく、鬼も死んでいく、で最終決戦無惨と炭治郎とかもうボロボロの柱が何人かおって戦うみたいな、うん、禰豆子がバチンって人間に戻ってグワーって炭治郎の方走ってくるんですよ。で炭治郎はもうその日の神神楽を本当の型が分かったって言って最終の型で戦い続けるわけですよ。ほんで無惨追い詰めて太陽で焼き殺すんですけ どこの無惨が炭治郎の中に入って、炭治郎が鬼になるんですよ。キャー、背中とかブリーン出て直視みたいなの出て太陽の光まで克服したスーパー無惨鬼炭治郎が生まれるわけです。キャー、でも謎ですよね、なぜ禰豆子は人を食べなかったのかっていうのもあるし、うん、なぜ炭治郎は速攻太陽を克服してたのかっていう、はいはい、究極の鬼が生まれたのか、このね謎もね日本神話とリンクする部分でね分かってくるんですよ。分かんだと。いやそもそもね第1話ですよ、うん、謎を紐解く上で重要なことは、うん、鬼滅寺無惨が襲ったっていう風で言われてないんやけど、炭治郎の家襲ったわけでしょ。まあ禰豆子が鬼になってて鬼にできるのはまあよっぽどの例外がない限りは無惨しかいないんですよ。なんでかまどけぐらいのど田舎にわざわざ攻めてくるのって話、うん、実はその無惨っていうのはいろんな説があるんですけど、頼一が行ったんじゃないかっていう痕跡までもしらみつぶしに調べていって、うその中でこのかまどけを見つけたから襲ったんじゃないかっていう説があったりね、はいはい、鬼が太陽克服できるアイテムとして青い彼岸花っていうのがあって、うん、無惨はこの青い彼岸花を探してたわけですよ。どういうことかというと、かまどけに青い彼岸花が咲いてたんじゃないか説っていうのもありまして、まあこれかまどけなんですよね。これアップするとなんかね怪しい花が写ってるんですよ。これちょっと青い彼岸花じゃねってちょっとまあなったりもするんですけど、でもこれだけでちょっとねあの足りないんですよね、うん、炭治郎の戦い5巻89話ね、炭治郎が死にかけるシーンに走馬灯がブワーってね脳裏を駆け巡るんですよ、うんうん、この瞬間の走馬灯が明らかにね青い彼岸花が映ってるんですよ。何？なぜか炭治郎の記憶に彼岸花が出てくるんですよ、うん、つまりこのかまどけというのは、うん、青い彼岸花が咲いていて日常的に青い彼岸花を摂取してたんじゃないかっていう説があるわけですよ。この青い彼岸花って最終回に伏線が回収されて、鬼滅の刃の最終回っていうのはもうほとんどみんなキャラクター死ぬんですけど現代になるんですよ。現代になって明らかにそれぞれの生まれ変わりの存在が現代で生きてる、うんうん、輪廻転生の世界観で描かれてるんですよ。わまあ、猪之助の転生である学者さんみたいなのがいて、うん、この人が青い彼岸花を見つけたっていうシーンで終わるんですよね。しかもそれが1年のうちで数日しか咲かなくて、しかも昼間しか咲かない。あだから無惨は見つけれなかったんですよ。禰豆子が野菜取りに行ってるシーンとかもあるんですよね、うん、近場の野菜とかそういうのを取りに行ってたわけですよ、うんうん、一番近くにある青い彼岸花も何かに使ってたっていう可能性があるわけですよね。だから禰豆子もその人も食べなかったし自制心聞いたし炭治郎守ったし炭治郎も鬼になっていきなり太陽克服してるっていう謎のこのシーンに繋がってくるわけですよ。はぁ、じゃあなんで青い彼岸花が咲いてたのかって話なんです。炭治郎家にこれがもしかしたら頼一がその場所に託したのかもしれないってことなんです。いやそう、頼一っていうのはもう言ったらもう自分の代ではもう無惨が現れないってことを知ってるから、うん、もう後世に託すしかなかったんですよ、はいはい、そのいろいろこう自分が後世に何ができるか、要は火の呼吸を教えても誰もちゃんと覚えられへんから、うんまあ、それはそれで教えてはいったけどもどうしよう。そこでおそらく青い彼岸花の情報を見つけて、はいはい、もしくはそこにあるということを知って、うん、そこに住む人たちに火の神神楽を教えたんじゃないかっていう、はつまりいずれこの青い彼岸花を鬼舞辻無惨は取りに来るだろう、うん、その時この家の者たちが日の神からを託すことによってもしかしたらこの自分の思いを受け継いで倒してくれるかもしれないっていうこういう思いを込めてその技術と青い彼岸花をその場所に託したんじゃないかっていうそういう風に考えられるんですね。めちゃくちゃおもろいやん。じゃあこれがどういう風に日本神話につながるのかっていう話なんですけども、うん、実はさっき言ったタイトルにもなりかけてた家具土で古代系統の一番最初つまり炭治郎を象徴する家具土は別名かまど神って言われてるんです。かまど神、そう、要はかまどとかいろりとか台所みたいな火を使う場所で祀られてるかまどの神様、つまり家具土の別名はかまどなんですよ。どっちみちここでかまどとつながってくるんです。確かに、かまどに祀る神様はかまど三柱の神っていうのがあって、興津彦っていう神様と
興津姫っていう神様に、そこにポンってもう一柱家具土がいるんですよ。おこのかまどっていうのが何を意味するかって言ったら、まあ、古来からの考えではかまどってちょっと薄暗いわけです、うん、まあ、座敷とかと比べてもちょっと薄暗いイメージがあることから、裏側の領域、うん、つまり霊界と現世の境目っていう風に考えられてたんですよ。なので古来からこのかまど神っていうのは現世と別世界をつなぐ真ん中、境界の存在って考えられたんですよ、うんうん、このかまど家考えてみてくださいね。かまど家、炭治郎も禰豆子もどちらも人間にもなり鬼にもなったよね、うん、つまりかまど家はこの境界に位置する存在だったということがこの神話から読み解けるんですよ。なるほど。まあそんな感じでございます。いかがだったでしょうか。いや、くそおもろいやんか。そうなんです。ということでね、最終巻も出たということで、うん、もうネタバレたっぷりでしたけどもこの辺で終わりたいと思います。はい、それではこの辺でまたね、バイバイ。バイバイ。そこは普通だよ